こんにちは、みそらぎです。開幕からテンションがだだ下がりですけども、実は理由がありまして、はい、今日はちょっとそのお話をしながら、そのお話の場所に向かいたいと思います。はい、というのもですね、まあ向かっているのはいつもの、トンタです。僕はもうだいたいお昼ご飯といったらもうここで食べるという感じの、ラーメン屋さんなんですけども、そちらに向かってます。そして僕がこんだけテンションが下がっているというのが、はい、もう早速これねお話したいと思うんですけども、まあトンタには社長と店長2人、ラーメン職人がいるんですよね。で、僕はその社長の方がすごく苦手で、もう社長がいる日にはトンタには行かないというふうに決めてます。まあ理由はね、いろいろあるんですけど、ここではちょっと割愛いたしますけども、代わりにね、店長が出ている時に食べに行くというスタイルで行ってます。で、基本的に今までの状態だと店長がお昼で社長が夜作るというような感じで、まあ昼の部、夜の部と分けると店長が昼の部ということで、僕は昼ご飯をね食べに行ってました。なんでテンション下がったのと言いますと、やっぱ来る時が来ちゃったなという感じですね。味噌ネギトンタ北京ではなく北京になったわけじゃないんですよ。その僕がね、まあすごくあのお世話になった人で、まあ、とてもあの懇意にしてもらっているトンタの店長、社長ではなく店長が残念ながら3月いっぱいでトンタを辞めるということになったそうです、ね、先日トンタに行かなかった日があったんですけども、その日にね、今日もし来たらちょっとお話しようと思ってたんですけど、実は3月いっぱいでトンタを辞めることになりましたということで、まあ、言われてました。で、次来た時にねまたお話ししたいのでって言ってたんで、あ、じゃあ行きますということで、今日ね行くという感じです。まあ食べに行くついでにね、ということで、まあ店長が3月いっぱいで辞めるのであれば、僕もねもうトンタに3月いっぱいで行かなくなります。まだね可能性としては新しい人を雇って、まあ昼もねその結局ラーメン職人がいないとね、ラーメン出せませんからね、トンタはね出せませんっていうか、もう社長が一日中毎日やるってなると、まあさすがにね無理があるんで、多分雇うとは思うんですよ。で、その新しい人を雇ってうまいこと引き継いで今まで通りに僕の味方で会ってくれるラーメン職人さんであればまだいけるんですけど、まあその望みは薄いと、ちょっとそこは期待せずに、僕もね3月いっぱいでトンタをね卒業することになりそうです。はい、非常に残念です。まあ一応ねトンタっていうと若松、僕が言ってるのは水巻店なんですけど、若松にもね一応トンタっていうお店があって、あと一応近辺、まあ近辺というかこの辺、山口県とか大分県とか、大分あったかな、まああの他県にもトンタってあるんですよ。一応系列は同じということで、味はやっぱ違うんですけど、味噌だけ一緒だったかな、なんかそんな感じであるんですよ。なので、まあ、あの一生食べれなくなったわけではないんで、その辺はちょっとね割り切って、僕はね6年間かな、6年以上かな、もう6年以上になるんだな、多分7年かな、ほぼね毎週週1か週2でね通ってました。それぐらいもうトンタバカだったんですけども、まあそれがねなくなるということで、非常に今テンションがだだ下がりでございます。あの決してね僕が今まで食べた味噌ラーメンの中で一番うまいとは言いません。うまい味噌ラーメンいくらでもあります。だけどシンプルさがすごく自分に合ってて、なんかこういろんなものが乗ってるラーメンが流行ってるじゃないですか今。もうなんかもうとにかく山盛りドーンと乗って、チャーシューだのなんだのいろいろなんかお得なもんが乗ってるみたいな。僕ねぶっちゃけああいうラーメンはあんまり好きではなくて、もうシンプルなのが好きなんですよ。トンタのね味噌ラーメン、味噌ネギラーメンですね、僕の名前の由来ですけども、まあ、非常にぴったりで、もうマジで毎日食べても飽きないっていうぐらい好きだったんですけど、まあね残念ながらそういう感じで、店長が辞める以上僕ももう行くことはないということになりそうです。はい、社長がいるとこ行けばいいじゃんって思うじゃないですか。で、僕はねその社長といざこざじゃないけど、まあ、働いてる時にもう、まあ、ぶっちゃけあの社長が嫌で辞めたんで、まあ、それも伝わってるでしょうね社長に。だから
2回間違って社長がいる日にトンタに訪れたことがあるんです。ドアガラガラって開けて、1回目はねもうね引っ込みつかなくて、そのままお店に入って座ったんですよ。その時店長がいて、あ店長の日だよかったと思って入ったら奥に社長がいたんですよ。それでまあ入ったんですけど、社長からは一言もいらっしゃいませなんて言葉はなく、席に座るじゃないですか。しかもその日混雑してたんで、いつも座る場所じゃなくてもう一番正面のね、もう常に社長が目の前で立ってラーメン作るみたいな場所のとこに座ってしまって、座らさらざるを得なかったんですよ。それで座ったんですけど、一切こっちも見ないで、すごい急になんかもうあからさまに不機嫌になって、なんか店長に作った後、ラーメン作った後店長になんか仕事を丸投げするみたいな感じで、こいつやってんなと思いながら、もう本当に不愉快でさっさと僕も食べて帰ったんですけど、それが1回目で、2回目に至ってはもう社長の姿が見えたんで、もうドア開けたんですけど、ドア閉めて帰りました。それぐらいね嫌いなんですよ。まあ和解はないかなっていうぐらい、まあ僕は別にねうまいラーメン食わせてくれれば別にいいんですよ。ただねラーメン食いに行ってるだけなんで。だけど向こうが歓迎の姿勢を取ってないっていうのがもう非常に引っかかるので、だったらもういいやっていう感じで店長のいるにずっとしてたんですけど、まあその店長がね、頼みの店長が、まあ、辞めてしまうのはね仕方ないんでね、うん、そういう感じで、トンタに行けなくなりそうですというお話でした。あの社長の性格を今更どうこう言ったって、あの人はもうねあの年まで変わらずに生きてるから、まあ改善することはないでしょう。店長もねそれ言ってました。もうあの人ああいう性格だから何も言わないと思いますよって言って、ね、だからもう期待はしません。で今日行くのがね、なんかどうも店長もどうもなんか社長絡みで辞めるっぽいんですよね。まああんだけ長年勤めてきててね辞めるっていう、しかもこの3月いっぱいっていうのが、まあ、年度末じゃないですか。だからきっとそういうそのまあ就職面でなんか折り合いがつかんかったのじゃないかなと思います。まあ早い話が給料でしょうね多分。まあちょっとねそんな困難の話があるんじゃないかと、これは僕のあくまでも想像ですのでまだ分かりませんけども、ちょっと今から行ってね、お客さんが少ない時間帯をね狙って行ってます。忙しかったらね店長も話す機会ないでしょうから、ちょっとお話をね聞いていきたいと思います。うわいっぱいいるな、くそいっぱいおるし、うんまあちょっとね行って聞いていきたいと思います。さあどんな話になるか聞いてみたいですね。はい、じゃあちょっと行ってきます。続報はねまた後ほどということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。